え,え人類の星の生命力ってどういうこと崩壊のカウントダウン生贄ににして再生えちょっと早い はいでは皆さんこんにちはどうも<っ>こんにちはパッとお再生していただきありがとうございます本日は雲ですが何かこちら見ていきたいと思いますよろし皆さんもうめちゃくちゃ噛んだね今、えー、前回ねしゅんくんのお兄さんであるユリウスが亡くなってっていう流れになり、えー、それがクソリオンっていうね、まあ、名前があれなんだけど砦で亡くなってしまったよっていうのがあったんですけども前回ね結局死体が見つからずにっていうのがあって僕これが結構気になってる引っかかっていましてゆくゆくこのねユリウスっていうキャラクター 実はしゅん,くんの前に立ちはだかってっていうこともあるのかなって勝手に想像しちゃったんですけどどうでしょうかねで結局このしゅんくんなんですけどもまあ、勇者になるっていう形になったのでまあ、お父さんっていうか王様から言われてね今度ね今までいた学校出るっていう流れになったのでこの先このしゅんくんが一体誰とパーティーを組むのかっていうのも注目かなと思っておりますでお兄様はクソリオントリで負けてしまったけどもダーザルオトリデだっけあっちの の方でロナントロローは勝利ししてみたたいな兵士のの報告がありましたこのロナントっていうのが結局ユリウスの師匠でなんとね15年前に、えー、クモことねあのエルダー大迷宮だっけいや違うエルロー大迷宮だってしましたそこで結局戦って最終的になんか見入られるみたいな流れがあって。 まあそのせいで結構ねあの一緒にいた人たちが結構多数死んじゃうって流れだったと思うんですけども最終的にはね天移に成功して2人だけ助かるって流れになりそれこそそれでねダーザリオトの方でこの15年前を思い出して話すって流れだったんですがその戦いの中で結局クモコにねマーキングされてるっていうことで過去にこのロナントがクモコと会ったっていうのが一体この物語にどうやって関わってくるのかここで描かれたっていうことは何かしらこれも大事なお話に ななってくるのかなとでラストの方でこのロナントが「あの方」って言っていたんだけどこれが結局見入られた雲子のことなのかあの方の発言の後にすぐに魔王の、ね、描写が入ってきたので魔王のことを言っているのか。 でそもそも魔王だったとしたらんで魔王のことを知っているのか、まあ、単純に考えてあの方結局見入られていたクモコってなるとクモコが結局魔王なのかってことにもなってしまうのでまたねこの作品魔王はクモコだよっていうのをどんどん押し付けてくるんですけどもあえてそれには反発したいなって思うとね僕はこのあの方ってロナントが行った時のあれはクモコなんじゃないかなとこっちの魔王はまた別物なんじゃないかなというふうに思っております ととうとうね進化先が一つになって選べる状況じゃなくなってエデサイネっていうものになることになったんですけども、まあ、その進化の中で近畿がねレベル10カンストっていうことになって前回終わっておりました、えー、これが一体このクモコにどういう影響を与えるのかっていうのが今週最大の注目になっておりますここでまさにね僕が今否定していた魔王にはならないでしょっていうのをこれがきっかけで魔王になったんだよ みたいな、ね、形にしてくるのかそれともこのカンストしたことによってまた管理者とか上位管理者 D とかねあそこら辺と何か接触することになるのか、えー、皆さんと一緒に、えー、楽しく見守っていきたいなというふうに思っております、えー、というわけで皆さんも録画したものもしくはいろんなものを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内されました本編スタートですよろしく頼むぞ はいスタートです前回ねあなんだ急にえあらがい人類はどうう寿命ええ人類星の生命力ってどういうこと崩壊のカウントダウン生贄にして再生えちょっと早い何にどういうこと星のとかさそんなレベルの話なのこれ 生贄をうんちゃる」で星またその時も「星がうんちゃる」って書いてあったけど何の情報を手に入れたの今ないわってどういうこと近畿なんかあれかなこの星の今までのできるまでとか今しなきゃいけないこととかそういうことが全部分かってしまったみたいなそういう流れ なんか女神とか単語だとあとなんか龍河とか,なかそういうのは見えたあと管理者のまたあの名前が今回分かったんじゃないかな今のあと女神っぽい名前みたいなのも書いてあった気づけど,どういうこと何が起きたの今の一瞬で。てかこの星だよね確かに星をなんかどういうことなんだ食べて。 生贄とかも書いてあったけど何をしなきゃいけないの今のダウンロードっていうかまあ近畿を手に入れたことによって雲子がやらなきゃいけないことっていうのが理解できたってことかな。んでないわみたいなそんなことやりたくないよ私っていうそういう話だもん相当ハードな,なんか課題みたいなの出されちゃいましたよみたいなここまであんた強くなったんだからこれやってねっていうことでいいのかな でそのために過去のなんか歴史というかこの星の成り立ちみたいなのも一瞬でダウン,一瞬でダウンロードされたみたいなそういう流れなのかなそしてもうこっち行っちゃうのねあんな気になるところから、まあ、こっちはこっちであれだけどさてかフェイもあれだよね近畿持ってるよねてことはフェイちゃんもゆくゆくは同じ立場になるんじゃないか それでここに今行ったのかな。で、こういうのを知ってたのかな、先生は。もう先生も実は近畿レベル十とか持ってんじゃねえの。あ、ハイリーズ生きてたんだ。やっぱり。ああ、よかったね。 いや、けどまださ今のしュくんじゃ絶対無理なんじゃないかい,いやそりゃそうでしょあ行いけないのうーん有利はくるんだ逆に逆にそれまずくない金畿取ってたらさうんちゃらってのあるしおえ契約久兵衛かいどういうこと あ、そんなのがあるの契約するとうーんああそういうのがあるのかけどなんかそういうの起きちゃうんじゃないいつかいやこの駿君もなんかさきさき死にそうな気がする。 こういういいやつっていうのは、ね、それがこのフェイが殺しちゃうみたいなねそんなことないかわいい <laughs> かわいいねすごいねこんな感じにあくさりみたいなのが出てねえそれだけ早くない もっとなんかブワーってうーんなになになに進化するのかまさか契約したことによっておえ卵に戻っちゃったどういうことなんであ、進化中あー治療はああいう感じになるんだね確かにク保子も糸に うーん、戻ってきた急に、まあ「キンキ」って書いてあるうーんもう見ちゃった覗いちゃったええー、あーやっぱそういうのえっ、ー、そこまでなあそれでみんなで今やってんのか分 いやボロボロじゃないですか何うんだからなんかさっきのあの星がうんちゃらみたいに再生みたいなのあったのねえっってことはさあのオープニングで魔王がさ星を壊してたじゃん飲んでだからやっぱクモコはあれじゃないよね こううなるるとと止めようと思ってるもんやるのは面倒くさそうだけどうーん管理者はただ直接手を出さないだけなんじゃないうーん。 なのな誰誰マジであついにやっぱ倒す流れじゃないいやめっちゃ楽しみ <laughs> けどまあ、来るかなとは思ったいや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 すごいね泣くのいやいやもう今の時代にそぐわないねこれは確かに みんな鼻血とりあえず吹けけど今どうなったんだろうステータスはさ変わってなんだっけえでさいねかうん <laughs> まあ確かにねまあ確かに今そんなノリノリでいってるけど自分今そんな背負ってないでしょこの乗ってる時に。 <laughs> 一応やる気になったんだねこれだから最終回あらば倒して終わるってなかあけどこれあれか2シーズンぶっちぎるでんだっけそうか定位にできんだねもうねえもう戦うの早っ下準備的なのはなくいやこれはこれでまた強ええー 強っやばっいやいやいやあらばとけどやるんじゃないのあらばよりは弱いっしょえスルーかいもうそういうの事前に倒してさちょっと準備しないとうーんまだまだいるんだねえ今度は何 今度は何あアラバかなアラバが戦ってんのかなヘビとああ望遠ねうんやっぱりそういうことだわいやちょっとあれだね CC がちょっとあれだね <laughs> いやけどあらばよりできえんだえまさかあらばやられるパターン いいいやいやいやちょっと待ってそういう感じいやそうはならないよねさすがにねちょっとツルツルなんだよね CG がうん結構グロいボッコボコだからそんなんで逃げてたらあらばいつまでたっても倒せないよ いやこれと戦うんでしょうどうすんのえ綺、ー、麗だと思ったえー、憧れてるにしてもそんなポーってなっちゃうのい気づいたのかもしかして攻撃していくんじゃない今のやっぱりすごいやもうこれ戦うことになるんじゃないかこのまんま 今戦えば多少ダメージあってやりやすいとかうわ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 やばこれこれ奈落いよいよ打つんじゃないかなでまた人間に戻るのね話ね誰だお兄さんか誰だああれかななんだっけハイリンスかうんそうね なんかさっき一人生き残ってって言ってたしいやそんな謝る時にこんな格好で出てくるかねんなんかあったのかかばって的なこれハイリンさんタンクだったよね確か何どういうこと不死鳥な羽根 やばすごっうーんなるほど <laughs>。いやーけど確かにタンクに持たせちゃうわな。 これハイリンスさんくんとパーティー組んでくれんじゃね今度は同じようなことは同じミスはしねえみたいな感じで一緒に来てくれるといいけどなうんいよいよ明かされるんですね。 敵の大将を打ち取ったのあの第三軍だかうんちゃらって言ってなかったっけ何？誰あっ白ってやつだっけこれこんな見た目だったっけあえー、こんなだったっけえー、それだけこれだけでやられちゃったのもしかして <laughs> もう圧倒的に差がありますやん でユリウスの遺体はないんだねやっぱもう遺品しかないんじゃないだからやっぱ死んでないんじゃないかなユリウス連れ去られた的なさもしくは遺体はあっちでうまく敵に使われちゃうとか改造されるとかさ腐食じゃあやっぱ死んだのか まあ今のがだってくもこの可能性もあるよねあの魔王がくも子じゃなかったらいやーこれどうなっちゃうあー初めてのそっくりだねく君にねすーちゃんも うん。他のお兄さんと違ってほんと接しやすそうだね改めて今3人の兄弟を見たらこの隣にいるの誰だ入りんすかなああそうだねそうっぽいね死んじゃダメだってそう言ってその意志を継ぐんだね うん、うわおやっぱそういう感じだ <laughs> 当たってしまったいやー言うと思ったよで本当にユリウス死んでんのかなでこのしんくんはしんくんでどうなのかな大丈夫かなこの先。 このアニメは結構甘くない気がするよで、何？あれこんなでっかいカエルいんのあのちっちゃいのかと思ったよいやでかいねこのスバかなじゃがんもつよなにあー、くらっちゃったのね、なんだかんだ あそういうことねここでまた腐食出てくんのがさえー、じゃああのやっぱ白いのがクモコなのかな魔王はクモコじゃないと思ってるからここで今腐食出てくるってことはあの白がクモコいやけどなんであんなことしてんのだって魔王を実はそばにいて阻止しようとしてんのかな だってこ,こいつはだって星を何とかしたいじゃん。で魔王は多分さあのオープニングの映像という星をどう潰したい感じじゃん <laughs> もう状況がやばすぎる。うん出たマーキングこれ,これ便利だね。だ今んところこの雲子が白だね俺の中では。 白としてそばにいてなんだかんだ魔王の寝首を描こうとしてんじゃないかないや浜の寝室かわいすぎだなおい <laughs> いいねもうその絵柄でもいいよ俺うんバズーカーでねでそうねそこら辺んとかして駆使しないと勝てないでしょ あー懐かしいあの縦穴ねうんここで戦うのこの狭いところでああなるほど地理的なあれか有利になるためにここを選ぶのかうんで雲子が上に行って。 で追わせてこう紫竜が追ってきるその縦穴でぶっ潰す感じかうんいや急にファミコンドットこのゲームやりたい <laughs> うんけど多分こううまくいかないんだろうねやってて。 そんな単純ではない。だからこれ、まず一掃するんじゃないまあね、単体的なあれでしょえ。えもう、アハ一1対1なのも負ける相手じゃないでしょ。うん。うん、けど、今はどうなのパラメーターが見たいんだよね、ステータスがえ。え なんでこ何なんだよ柔道がまた食べるのかいそれもあーええー、雑魚認識だからいやこれあれじゃん君のじゃないし三 <laughs> 3度もいや今一瞬これがあれ治癒なのかと思ったよ3度目は。 うーん早速ねいやすげえな何でもできんじゃねもうだってダメージはほとんどないんでしょ刺されたところでアナフィラキシー的なものもないだろうしね風魔法もう今全属性使えるんだって なんだ邪眼か暗黒団えっすごすぎるぜ雲子いつの間にえっどういうこと何ああそういうあれねうん助かる助かる深淵魔法これ奈落とかのやつだよね うんコピーしてゲットしたそんなのもできるようになったんだっけうんやばいってことはチリュウ倒したらあ見てるだけでいやすごすぎるいやもう負ける気がないね うーん暗黒魔法うーんじゃあ相当やべえんだねほうあのさっき飛んでた暗黒弾だっけまた下道かありがとうございました ありがとうございねバラバラ。<laughs> ラピュタかい。確かにね、う崩れていく様子は似てるね。あでかくねおい。あけどそんな強くないな。けど相手じゃないでしょ。またこれ、なんで当たっちゃうのこんな簡単に。えゲーム、はあ、もう、またそれかい。 えまだいんのこんなにちょいちょい猿の日じゃなくないかどんどんいきましょう MP もあれか自動回復とかあったっけ HP と一緒でこんなバンバン使ってるけどすげえもう1話から見返したらこの差がすごそうだね いやいやこれ落ちてきちゃったけど大丈夫なのなんかこれを見たら俺ゴンを思い出したよハンターハンターのこの狭い穴の中でさ <laughs> ハンターハンターもいつやんのかな続き食べてる食べてるおいしいんじゃないチはあ,あないのないのかあ,あ食い残すのね珍しいじゃん食べないなんて全部 えー、ここで終わりえああエンディングは出たけどまだ続くのね。タイダこれは一体どういう力なんだろう?「ダって言ったらねもうタイダ担当思い出しちゃうけどね来たいや来週ガチバトルじゃんこれ。 4,000全体5,000いかないくらいかいやすごい量だね100個くらいあるんじゃないスキルそうね後悔だよこれは選択を誤ったよやったねうわ来週すごそういやちょっとちょ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  今の雲子のパラメーターなんじゃないのちょっとちゃんと見たいな。ちょっと巻き戻そう。パラメーター的には HP が3500、MP が2000くらいか。SP が2500。いや、まだあれなんだね。雲子の方がちょっと低いんだね。全体的にはね。ただ持ってるスキルと頭脳が現代人っていうことを考えるとさらに近畿もあるし。 負けるってことはないけど多分かなり苦戦する流れにはなるんじゃないでしょうかで今回はやっぱり何と言ってもあのシロちゃんね多分あれがシロで合ってるかちょっとごめんなさい間違ってたら申し訳ないんだけど俺はあれをシロだと取って話進めるけどあそこで腐食攻撃って流れが出てその後クモコがまた描かれるっていうのが今までだったら魔王とクモコって流れだったのに関して今回死もロ,ロからクモコっていうことで。 いや白と雲子もあるんだよっていうのを多分匂わせてるんだと思うんだけど何回もねアニメの中でも言っていたんですがオープニングの冒頭で地球地球っていうか星をねこう丸飲みにして潰してるのがあの魔王のね描き方として描かれているので今の雲子に関してはあの近畿をカンストしたことによってなんとかこの星を助けなきゃっていう方に考えが向いてるじゃないですか、まあ、そうなってくるとあの魔王の描写とはね真逆になるわけで「なるとだよ!」あの魔王は やっぱじじゃないんじゃなないいんかとあの魔王を止めたくてそばにいる例えばあの軍団の中にクモコいるっていうことが今可能性として一番高いのかなと思っていますもしくは全く実はまだ出てきてないとかねそれもあるよねでまあその中で結局あの軍団の中にいて今が白が怪しいんじゃないかっていう形になってるけどいてどこかのタイミング であの魔王を目首かくっていうか後ろから攻撃するっていうかその木を狙ってるんじゃないかな最終的にこのクモコはこの星を救うっていうお話なんだね世界っていうか星ねこれが結局最終目標っていうのが今回定まったのは非常に良かったですね分かったのででしゅんく君んの方ねフェイとこの契約みたいなの結んでフェイちゃんも結局近畿があるから ゆくゆくはフェイちゃんもこのね星の流れっていうかこの世界の流れみたいなのを知るっていうことになるんでしょうねそれを知った時に結局フェイちゃんはクモ子と同じ道を歩むはずだから手を取るって流れになるんじゃないかなその時にまたしんくんがいるかどうかっていうね結局人間はさ限界が早いと思うんだねモンスターとかより 人間側で生まれてきた人たちが良かったないいなみたいな感じで最初描かれていたっていうのが悪い伏線で人間側に生まれ変わった人たちっていうのはもうみんな死んじゃうんじゃないかなこの作品 <laughs> そこまでやんないかでしゅんくんのパーティーにはカティアとかスーは入らないっていう流れになってフェイとハイリーンスさんは入るじゃんでそこに今度ユ利リがいるっていうのがねちょっと怪しいよねしゅんく有利にやられちゃうっていう可能性も出てきたなこれで あとフィリメス先生がカンスト近畿カンストしてるっていうこともあるんじゃないかなっていうのが今回分かった感じですかね。 はい、というわけでね、いろいろ推測させていただいたんですけども、当たってんのか外れてんのかね、それは全く僕にはわからないです。好き勝手言わせてもらってるだけなんでね。ただこれをね、原作既読の人は聞いて笑ってもらって、原作未読の人はね、それはあると思ってもらえれば嬉しいなと思ってね、いろいろ言ってるわけなんで、えー、ぜひそこら辺も含めてね、楽しく見てもらえればなというふうに思っております。えー、というわけでね、また来週見ていこうと思いますのでね、皆さんの今週の感想だったり、僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上動画 バイバイ。